間っていうのは刺激が欲しいもので。ワークンロー。場所にはこだわりはないね。ただ東京っていうところはやっぱりそうだね、すごい大きい大都会なんで、世界で何本の腕に入るの。そうだね、カークレイジーがすごい多いと思うしね。まあそうだね、いろいろ様々だと思う。それがひとたび夜に変わって、仕事から解放されたこう私のような方人がですね、バイクに乗ったりとか、飲みに行ったりとかっていう感じが、オンとオフがすごいしっかり分かれる。善か悪かと言われるとどっちとも言えないですけど、正義ではあると思う。男の人が多いっていう世界の中で、数少ない女ライダーとして走っているっていうのは、そうですね、やっぱ負けたくない。この人の方がバイクのデザインを考えたりとかっていうするのはすごくうまいんですよ。そしてだから今の世の中でこういうね、刺激グルメを楽しむためにはやっぱりモラルも必要だからね。車、まあなんだろうな、普通に乗るストリートの車大好きで、そうだね、車好きっていうのはもう子供の頃からやっぱ車好き、ホビーね、プラモデルなんかも作ってたし、この車ね、ポルシェ。やっぱ暴走族と言われる日本はやっぱり盛んであって、それはそれですごい日本のカルチャー独特なものであって、ただ人に迷惑かけるっていうのは、まあ迷惑を確かにかけてると思う。ただでも元気があるって言えば元気があって、それはいいのかもしれないし悪いのかわからない。自分が17歳の時にバイクで暴走したりしてたんですけど、もともと小さい時から家に車がなかった家庭だったんで、車に対しての憧れっていうのがものすごいありました。社会とか大人とかに反抗してたんじゃないですかね。まあ今もやってること変わんないんですけど、まあでもその爆音を鳴らして街を走るっていうのがやっぱりスカッとしてました。
とにかくその17歳の時にランボルギーニを見て憧れて、もうそれから15年間がむしゃらに、まあ、ちょっと仕事を頑張って、今はなんとなく、まあ、悪いこともしてないし、まあ、自分の今の生き方としては若い男の子とか、まあ、若い子たちに夢を与えてるっていう、まあ、人と外れた道を行くことがなんとなくかっこいいって思ってました。今も長いことをやってると、どうしても飛ばすスピードを出すところはサーキットとかになってくるんだけどね。でもストリートの楽しさは、うん、忘れないし。